今日、うちの猫の健康診断のために獣医に行った。待合室には常に泣く人が溢れてた。どうしたんだろう、と思っていたら診察室から先生が出てきた。先生は手に犬を抱えていた。犬の種類には詳しくないし、よく顔も見えなかったから確信はないけど多分柴犬。待合室にいた人たちが一斉に先生の元に集まった。女性はハンカチで目頭を押さえている人が多い。先生が、その中の最年長っぽい人に言った言葉。ミクちゃんは18年半生きました。素晴らしい18年だったと思います。まだ赤ちゃんの頃に〇〇さんのお宅に来て、今日まで家族のみんなに愛されていた。今日も、平日の昼なのにこんなに多くの家族に見取ってもらいました。ミクちゃんがドライアイになりましたよね。あの時、お母さんもお姉さんも、手をどんなに噛まれても、私の指示通りに目薬を差し続けた。二人とも、手には今も傷が残っていますよね。でもそのおかげで、ミクちゃんは最後まで目を開いて、家族の顔を見ながら旅立つことができたんです。ミクちゃんの目を守ったのは家族の皆さんですよ。私もこんなにも愛された犬の生涯を、ずっと見続けてこられたことを幸せに思います。そこの待合室にいたみんな泣いてたよ。最後に、そのお母さんが腕に抱いたミクちゃんをそこにいたみんなに見せて、よかったらどうか撫でてやってください。これも縁ですから。っておっしゃるので撫でてきた。すごくすごく愛されて、幸せな生涯を生きた犬なんだと思うとまた涙が出た。こういう言い方は良くないかもしれないけど、ミクちゃんと、このご家族の別れに立ち会えてよかったと心から思ったよ。